AIQ シナーシャル社製モーションキャプチャースーツの紹介です。まずはじめに製品の概要についてお伝えします。本製品はセンサーの取り付けられた生地を身に付けることにより体の挙動を計測するシステムです。全身の17から55箇所に 三軸の地磁気、角速度、加速度を検出するセンサーが組み込まれ、骨格ごとの三次元姿勢が正確に割り出されます。あらかじめ用意しておいた関節の相対位置関係や骨の長さなどを登録した全身の骨格モデルと照らし合わせることにより、体全体の姿勢の動きを捉えることが可能になります。 次に、モーションキャプチャースーツを使用したアプリケーションの事例をいくつかご紹介します。これは、自動車の運転の様子を計測したものです。光学式のモーションキャプチャーシステムのように、カメラでマーカーを撮影する必要がなく、広い空間は必要ありません。人の体にセンサーを装着する方式のため、 このように狭い空間でも体や手足の動きを計測することが可能です。運転行動の研究やドライバーの特性評価、ヒューマンマシンインターフェイスの研究、評価などに役立てられます。バーチャルリアリティのハードウェア、ソフトウェアと組み合わせることにより、仮想空間上に体の動きを再現することも可能です。 例えば、屋内外の作業現場を仮想空間内に再現することで、現場での作業を仮想体験することができます。これにより、密や危険が発生する可能性のある作業をあらかじめ体験したり、潜在的なリスクを発見したりすることに役立てるなど、作業者の訓練に活用できます。激しい運動にも、 センサーが体に密着した状態を保てるようにデザインされたスポーツ向けラインナップも存在しています。センサーは非常に小型で体の動きに影響を及ぼしにくく、生地の方も運動を阻害することのないよう超伸縮素材を採用しています。防水性能も兼ね備え、センサーがついたままのスーツを洗濯機で洗うことも可能です。 様々な分野のスポーツにおいて、選手の体の動きを詳細に把握することに役立てられます。続いて、製品の特徴をお伝えします。完成センサー方式のモーションキャプチャーシステムは、磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサーにより、体の各部位の姿勢角度を計測したデータと、 あらかじめ登録しておいた被験者ごとの骨格の構造データをもとに、体の姿勢、挙動を計測する仕組みです。センシングデバイスは人の体に付随するセンサーのみとなるため、計測環境の空間の広さを気にする必要はありません。一般的な感性センサー式のモーションキャプチャーシステムは、金属に覆われた空間内など、 地磁気の乱れる環境での計測は困難となる場合がありますが、本システムは一時的に磁気センサーの情報を無視し、ジャイロセンサー、加速度センサーの情報のみから演算を行うことにより、短時間ながら磁気乱れの影響を受けずに計測することも可能となります。また、 一つ一つのセンサーを小型化することに成功しており、手の指の先にも装着が可能となります。片方の手に最大16個までのセンサーを取り付けることができ、一本一本の指の動きを詳細に把握することが可能です。小さなセンサーは体に取り付けられた際にも、その重さや大きさによって被験者に与える影響が少なく、 より自然な状態で計測に臨むことができます。ラインナップについてのご案内です。モーションキャプチャースーツのラインナップは大きく二つに分かれます。一つは頭部、上着、手、および腰回りから足先にかけてセンサーの取り付けられた生地が 分かれているタイプです。身につけている衣服の上から装着することができるため、容易に着脱できることが特徴です。もう一つは、全身を覆い、肌にぴったりと密着する伸縮素材の生地を使用したタイプです。激しい運動にもセンサーが脱落する心配がなく、スポーツ向けに開発されたラインナップとなっています。 センサーの数も目的に応じて選ぶことができます。指先を除く体全体の計測を行うためのセンサーの数は17個、もしくは胴体部分の動きをより詳細に計測する必要がある場合は21個のセンサーを取り付けることが可能です。またこれに任意の計測点を2点まで追加することも可能となっています。 指の動きを捉えるためのセンサーは片方の手につき最低7個。より詳細の動きを捉えるために13個、16個のラインナップを提供しています。合計で17個から55個まで。ニーズに合わせたセンサーの数を選択可能です。測る技術で未来を作る。 東洋テクニカ